ジクストゥス・バッハマンはドイツのオルガニスト、作曲家、司祭。ケッタース・ハンゼンにあるバッハマンの記念碑。バッハマンはヨーゼフ・ジーク・ムン・トーインゲンとしてケッタース・ハウゼンに生まれた。音楽教育は父のフランツ・アントン・バッハマンから受けた。彼はその後さらに母方の祖父で、ビベル・バッハ教区協会の合唱指揮者、オルガニストであった FJ ・シュメーガーのもで、 修行を積んだと思われる。彼は、エルフィンゲン寺院で学んだ後、1766年からは、フルテンバッハ寺院のベネディクト会の修道院で、研鑽を積んだ。同年、ビベルバッハにおける12歳の優れたピアノとオルガンの奏者であったバッハマンは、2歳年下のモーツァルトとオルガン勝負を行った。結果は、両者が共に高く称賛されるものだったと、記録されている。 1771年、バッハマンは、プレモントレ修道会のマルフタールジーニへと入った。1773年には正式な宗教家となり、宗教名であるジクストスを授かった。1778年には司祭に任せられる。音楽面では、彼は引き続き独学での修練を続けていた。修道院において、バッハマンは合唱式者並びに音楽と神学の講師を務めた。 マルフタール寺院はかつてイスフリート・カイザーが活躍するなど華やかな音楽文化を有していた。バッハーマンはゲオルク・ヨーゼフ・ホーグラーの音楽理論書を研究した。彼は1800年には進学の教授職に就任している。彼は1803年にマルフタール寺院から近隣のロイト・リンゲンドルフの司祭となった。彼はこの時期に 詩人のゼバスティアン・ザイラーの遺作を持ち出している。バッハーマンは生涯を通じて精力的に作曲を行った。客中、ありがとうございます。